こんにちは、資生堂の松浦です。今朝、子供を叱ってしまいました。はい、ちょっとね、わがままが過ぎたので叱ってしまったんですけれども、基本的に子供の機嫌が悪いっていうのは、子供の体調が悪いということが言えると思います。はい。まあ、もちろん何か病気があるとか検査をして異常があるとかそういう意味ではなくて、やっぱり体調が優れないと気分も優れずに、機嫌も悪くなりわがままも多くなるということが言えると思います。はい、これは我々大人もそうですよね。やっぱり体調が優れないと気分も優れないということが言いますし、例えば女性の生理なんかでもやっぱり生理中は精神的に不安定になるという傾向があると思います。はい。もちろん女性の生理と子どもの機嫌をね、同じ次元で考えるのはちょっと違うんですけれども、そのね、メカニズムとかも違いますし、同じものではないんですけれども、ただ、この体の状態が精神に影響するという意味では共通しているということが言えると思います。はい。なのでお子さんがね、機嫌が悪いとき、何かこう、癇癪を起こしているときにですね、あんたいい加減にしなさいよとね、頭ごなしに怒ってしまうことがあると思うんですけれども、そういう、体調が精神状態に影響するっていうことをですね、ちょっと頭の隅に置いといていただくと、この子今、ちょっと、わがまま言ってるけど、ひょっとしたら体調が悪いのかなということをね、ちょっとふと思い出していただいてですね、お子さんの目を見て、どっか痛いとこがあるのとか、しんどいのとかね、一言ちょっとかけてもらうと、子供自身は自分が体調が悪いなと思ってないです。具体的にね、なんか風邪とかひいてない限りは、自分が体調悪いなんて自覚はしてないんですけれども、そういうことを、お父さんお母さんに一言声をかけられると、潜在意識的にというか、無意識でママは分かってくれてるんだ、パパは分かってくれてるんだ、なんか気づいてくれてるんだっていうふうに、目の色がねちょっと変わって、我に返るというか、そういう瞬間が、私の経験上も何度かありました。はい。はい。私自身が整体という仕事をしていて、特に私は頭の状態っていうのを重要視しています。当院のホームページ見ていただいたら分かると思うんですが、子供が機嫌が悪い時に、頭の状態を見るとやっぱりその大きさだったり硬さだったりっていうのがあまりよろしくない状態です。はい。その時にやっぱりこの子が今ね機嫌が悪いのはやっぱりちょっとね体調が優れなかったんだなっていうことをね実感するんですけれども、こういうね子育てに関してはベテランのね方いっぱいいますし、私はね小学校1年生の息子が1人いるだけなので専門家でもないですしね、そういう3人4人5人って育てられてる親御さんからすると「何分かったような口聞いてんのよ」って。偉そうなこと言ってんじゃないわよと思われるかもしれないんですけれども、ただそういう体の状態がメンタルに影響するということをですね、ちょっと頭の隅にね置いておいていただくと、ちょっと子育ても楽になるんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。